皆さん、こんにちは。オートマ車は、上り坂でも、簡単に、車を発進させることが、できますが、実は、オートマ車でも、間違った操作をしてしまうと、車に、致命的なダメージを、与えてしまう場合も、あります。そこで今回は、オートマ車の運転中に、絶対にやってはいけない、7つの行動をご紹介します。1、ガソリンの残量が少ない状況を避ける。ガソリンが少なくなったら、給油を知らせるランプが点灯しますが、その状態でも、まだ多少は走れるから大丈夫。ガソリンスタンドが見つからないし、なんて運転をしていませんか？車は、正しく走るために、流体圧力が、正しくかかった状態を、必要としますが、ガソリン量が、少ない状態で走ると、車の、様々なパーツが、普段より、早く摩耗してしまいます。2、急発進を、してはいけない。たまに、信号が、青に変わった瞬間、急発進する車が、いますよね。シフトレバーを操作するとき、車は主要な部品を摩擦の力で動かしています。そのため、急発進すると、トランスミッションのバンドやクラッチを大きく損傷させかねません。3、トランスミッションを濡らしてはいけない。大雨被害などで車を水没させた方は、ご存知だと思いますが、車のトランスミッションの中に、少しでも水が入ると、交換しなければなりません。トランスミッションに入った水は、クラッチの摩擦材に吸収され、クラッチプレートと素材をつないでいる接着剤を溶かしてしまいます。また、トランスミッションに、入り込んだ水は白いネバネバな物体に変化していろんなパーツにまとわりついてしまうので、こうなると洗浄はかなり難しくなります。他にも水はトランスミッションのパーツを錆びさせてしまいます。4、一時停止中にシフトレバーを N レンジに入れてはいけない。赤信号などで停止しているときは、ブレーキを踏まなくていいように N レンジにするドライバーもいますよね。もしくは一時停止中に E レンジのままだとトランスミッションが摩耗すると教わってそうしている方もいるのではないでしょうか。でも車が N レンジの状態だと当然のことですが、非常時に急な対応が遅れてしまいます。また、信号が青に変わった時に、N レンジに入れているのを忘れて、エンジンを空ぶかしすると、E レンジに入れているよりも、多くの燃料を消費するのです。また信号で、停車中に、ガソリンの節約を考えているのか、サイドブレーキをかける方もいますが、もし、節約できたとしても、誤差程度の燃料を節約できたかどうかというレベルです。こう、車が完全に停止するまで、Eレンジにチェンジしてはいけない。現行車種の新車なら、車が動いている状態でのEレンジへのチェンジは自動ブロックしてくれますが、この機能が搭載されていない車に、乗っているドライバーは要注意です。この行為はロッキングピンやアウトプットシャフトのいずれかを損傷させてしまいます。6、車が完全に停止するまで E レンジから R レンジへシフトチェンジしてはいけない。これも先ほど紹介したのと同様ですが、この行為は主要部品やトランスミッションを損傷させてしまう
危険な行為です。車の移動中に、シフトレバーを動かしてしまうと、ブレーキではなく、トランスミッションの力で、止まります。ブレーキの摩耗なら、2万円ですが、トランスミッションの、修理費用には、最低でも、25万円ほど、かかってしまいます。7、下り坂で、シフトレバーを、Nレンジにしてはいけない。下り坂で、シフトレバーを、Nレンジにしておけば、燃料を節約できると、考えている方も、いるようですが、オートマ車は、Eレンジの状態で、下り坂を下っているときは、燃焼を、節約する設計になっています。前にも説明しましたが、この状態だと、緊急時の対応が遅れてしまって、危険です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば、幸いです。ご視聴、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。